イサムウマは、原作、マコトガリシンジ、作画、赤名治による日本の漫画作品。月刊アフタヌーンにて1994年から2004年まで連載された後、イブニングに遺跡し2015年まで連載された。交渉人の仕事を題材にした先駆的作品。単行本は、アフタヌーン連載版が全22巻、イブニング連載版が全19巻。なお、 イブニング版では、イサム・ウマザ・ネゴーシエーターと、副題が付けられている。2004年から2006年にかけて、アフタヌーン版が文庫化され、イブニング版は2011年より刊行されている。文庫化に際しては、イサム・ウマザ・ネゴーシエーターのタイトルを使用しており、現在のシリーズと共通化が図られている。文庫版は、期間18巻。また2004年に、本作の序盤のストーリーである。 パキスタン編とロシア編が TV アニメ化された。1999年には小説版も出版されている。成功率97.4%を誇るフリーの交渉人、ベップ・イサム・ウマを主人公にした社会派、サスペンス作品。毎回作者の綿密な現地取材に基づき、各国の社会情勢、文化事情、宗教観、社会割る、 必要あるにぶつかり、悩みながら解決の糸口を模索する、イサムウマの姿が描かれる。一つのエピソードにつき、約一年程度の連載である。月刊アフタヌーン連載版では主に海外が、イブニング連載版は主に日本各地が舞台となっている。シリーズを通して、イサムウマが、その交渉の過程で、必ずと言っていいほど拷問を受けるという演出がなされており、特に、 アフタヌーン版では各国の文化を背景にした様々な思考の拷問が描かれている。原作者のシンガリシンジにより、ロシア編がより詳細なエピソードを加えて小説化。これに漫画では描かれなかったイサム・ウマの最初の交渉を描いた作品を加え、1999年に出版されたパキスタン編とロシア編、計13話が制作され、 キッズステーションで放送された。アニメ版のタイトルはイサムウマ、交渉人となっている。パキスタン編とロシア編を監督からキャラクターデザインに至るまでそれぞれ全く別のスタッフで制作するという実験的なスタイルが取られた。ファーストネゴシエーション、パキスタン編、セカンドネゴシエーション、ロシア編後ろに書きのないものは共通。 1994年から2003年まで、継続的に連載の後、約1年の期間を空けて1994年に、中国編を連載。なお、第11部、中国編の連載時期は、イブニング版の第1部、下北半島編と、並行しており、開始時期は、イブニング版の方が先行している。アソータ外相デジハリで講演、わく、イサムウマヨマズして、 外交を語る中で GARBAGENEWS.com2006 年5月13日。ありがとうございます。